おはようございますエ蔵です。3月16日朝日よろしくお願いします。私エ蔵と申します。初めての方はこちらのこんなようなあ履歴になっておりますので、えー、お読みいただければ幸いです。まあ、昨日は金融システム不安ということで非常にリスクオフの動きが加速しました。まあ、これはクレディスイスというスイスの銀行がまあ、急落したわけなんですが、えー、まあ、アメリカの 債券利回りも四点四パーセントから二年債ですね、三点七まで低下、その後三点九パーセント付近にで推移しています。まずはちょっとアメリカのシーフからやっていきましょうか。先にこちらやっていきたいと思います。アメリカの P.P.I. ですよね。で、これ前月比零点三からマイナス零点一パーセントということで。えー こちらですね。0.3からマイナス0.1%。これは予想は0.3%。まあ実際にマイナスということは物価が下がったということですよね。で、コアの方は 0.5から0.2%に低下、これも予想が0.4%でした。前年比でいうと、これは5.7から4.6に低下、予想は5.4、えー、コアの方は4.4、4.4変わらずというところでしたね。小売売上高の方はこちらなんですが、マイナス0.4%、前月比で3.2%だったので、これの反動が出たかなと。 予想ただ予想はマイナス0.3ということで予想も下回った数字になりました普通で言えばこれの数字とか結構まあ動く数字ではあるんですがそれにアメリカ結構 PPI がじ現実的にマイナスになったっていうことはまあ結構これを見るとじゃあ利上げって一旦停止でいいんじゃないのってくらいの。 数字とも言えるんですが昨日はあんまりそれっていうのは関係なかったですね。と言いますのもクレディ・スイススイスの2大銀行昔スイスっていうのは3大銀行って言ってあのス,イス,バンクスイスバンクとクレディ・スイスと UBS とこの3つがあったんですが。 スイスバンクと UBS が合併しましたので今スイスっていうのは大きいところはですね二大銀行になっててこのクレスイと UBS の2つなんですねただクレスイ UBS に比べてやっぱり財務状況があんまりよろしくないということで去年もサウジナショナルバンクサウジの国立サウジの銀行に 10ぐらい、9.9%ぐらいですね、追加出資してもらって 9. 9、9.9%になって、筆頭株主になったんですが、ここにちょっとまた支援してくれっていうことだったんですが、断られちゃったんですね、追加出資できないという報道で、株価が急落、信用不安になったということで、クレディ・スイスの株価急落しました。ここれ市場最安値とというところで こちらですね、こんな感じになって前日まで2.5ユーロですか、えー、水槽なんですかねこれが一気に1.8から2.2ということで、えー、急落したというところなんですがまあこれが昨日の欧州時間から始まったというところでやはり前日の、まあ、前々日というか アメリカのシリコンバレー銀行と直接クレディ・スイスはあまり関係ないんですがやはりそこら辺の信用不安が銀行セクターに非常に影響を与えてるっていうところはあるかと思います欧州の代表的な株,あ株式指数であるストックス600はマイナス2.92%欧州の銀行株指数はマイナス6.92%という下落ということでドイツ銀行なんかもこんな風に急落してます 要は銀行セクターが全般的に急落これ欧州もアメリカも同じですねで非常に落ちたということで、まあ、信用不安的なところになったドイツの2年債利回りも2.933から2.49910年債も2.45から2.18に急落しました、まあ、かなりいいちょっとショックが あったというところなんですがさすがにスイスの金融市場監査局とスイス国立銀行は必要に応じてクレディスイスに流動性を供給する問題はないっていうことを表明しましたこれ早朝ですかねその前にスイス当局とクレディスイスが協議を始めたっていうニュースでポーンと跳ねたんですが 一応やっぱり国が出てくるということでそこら辺かなり若干安心感が出たかなと、まあ、フランスの当局なんかもスイスに救済しろみたいないうふうに声明というか圧力かけてたみたいなんですよね。まあ、やっぱりクレディス・スイスとなるとかなりこれ世界で20位以内に入るグローバル重要 あの重要な金融機関の一つなんでやはりここがもう本当に潰れるということになるとシリコンバレー銀行とかシグネチャービンバンクというのの比ではないんでやっぱり非常に大変なことになるそこまでちょっと追い詰められてるのかどうかっていうのは今の時点では分かんないんですけどやっぱりこういうのって銀行っていうのは信用力がなくなっちゃうと一気に破綻してしまいますので。 銀行っていうのはその信用に応じて低い金利でお金を調達できてその金融市場でですねまあそれを高い金利で貸すっていうのが一応その本来の銀行業のビジネスなんでやっぱりそこで信用力がなくなってしまうと資金調達ができなくなって一気に閉鎖にまあ破綻に追い込まれるっていうところがあるんで非常にここは重要なところではありますよね。 でこれリーマン・ショックの時に比べてどうかというのをちょっと思い返してみたんですがリーマン・ショックの時よりは対応も急ですしあの素早いですしこの週末の米国のシリコンバレー銀行シグネチャー銀行に対するサポートも早いですし今回のスイス当局がすぐクレスリーのサポートに出たということも素早いので一応、早いかなと。 っていう感じはしますで株価も全面安というよりはその金融セクターだけアメリカなんかはナスダックなんかはプラス圏にこう上昇するして終わってますし全面安っていうわけでもないんですがただその1年前にリーマンショックも2008年起こる1年前にパリバショックっていうのが起こってますんで、まあ、そこら辺が前兆になって結局1年後に。 リマショック起こるわけなんでちょっと引き金になっちゃうと嫌かなというそれはなぜかっていうとやっぱりアメリカが急激にアメリカとやっぱり世界が急激に金利を上げてきてしまってるんでそれにちょっと対応できなくなっている部分があるかと思います。あとこれだけマーケットが大きく動くとクレディ・スイスとかが仮に破綻しなくて、まあ、破綻しないとは思うんですが今の段階では、えー、普通にこう。 営業できたとしてもこれだけマーケットが動いちゃうと、ヘッジファンドとか他のところが破綻するところって出てくると思うんで、ポジションを傾けてるところは、まあ、そっちの方も心配かなというところがありますね。でもううつ気になるとこっていうのは アメリカも欧州も昨日のアメリカの PPI なんかがかなり低下したんで良かったんですけど利上げまだインフレが収まってないんで利下げにすぐ転じられるかっていうとそこが難しいとこなんですよねでどっちか取るかっていったらやっぱりまずは利下げをして本当に危なくなったらでまたインフレの様子を見てってことをやると思うんですがでそういう意味で今日 ECB 理事会あって一応0.5%のここまでは予想だったんですが0.25%になるか。 もしかしたらやんないかみたいなところになってきてるんで、まあ、ここが悩ましいところですよね。で、アメリカも SP の金融セクターが2.84%低下してるということで、えっと、2年利回りも4.255から3.891、10年債も3.636から3.462という急低下してると、まあ、そういうところになってます。で、一旦今のところ落ち着いてるかなというところですね。昨日の こうアメリカの株価なんかを見てもこれ見ていただけるようにダウは0.87%にまあ過ぎないというか280ドルしか落ちてないんでこれって普通の下げですよねでナスダックに至っては0.05%上昇してるし SP なんかも0.7%下落まあここら辺銀行株とかセクターが入ってるんでそうなん下げてるんですがまあアメリカ株の動きを見ると 別にいつものちょっと下げたかなぐらいの感じですよね。ただ、まだこれはちょっと気をつけなきゃいけないなという、見ていただいて分かるように、多くの,あのハイテク株とかネット系とかがかなり2%とかグーグルなんか上がってるところもあるんですが、やっぱり銀行なんかは、JP モルガンも4.72%とか下落してるし、エクソンモビルとか4.97%、これ原油が。 66ドルぐらい、3ドルぐらい下がって、ついに70ドル割ってるんで、そういう時って、原油も売られてっていう時は、ちょっとやっぱりかなりマーケットが心配してるっていうところではあるかなという感じですね、フィアグリードインデックスも前日の25から22、エクストリームフィアにこう来てて、これ、通常のところであれば、20割れるか割れないか、20割れてくる。 あるいは20から以下っていうのはかなりもうマーケットが悲観に行き過ぎてるんで、まあ、0とか5っていうのはほとんど見たことないんでやっぱり10から20の間でかなりマーケットが悲観になってるんで通常であれば何もなければ戻ってもいいレベルまでその心理的には来てるのかなっていう感じはするんですけどまあちょっと破綻があると分かんないですよね。でビッ、まあ、もちょっっと前日下ががたたのがまた 上がっっててしまいるというとうころですねで日経新聞、まあ、そのクレディスイス・クレディスイスの話、24%下落したというような話になっています。で、ブルンバーグに関しては、あやっぱりクレディ・スイスの話が出てますよね。で、えー、クレディ・スイスを警戒しているということで、各国、ECB やフェドなんかが、 その傘下の銀行に対してクレディ・スイスとのエクスポージャー要は取引の残高があるのかどうかっていうのはチェックにも昨日入ってるんですね。ということはやっぱりもし破綻したときに連鎖反応まあ金融システムで一番怖いのはやっぱり一つの会社が破綻することによってそことの取引が残ってたりするとそれが連鎖するんでやっぱりそういうチェックにも入ってるっていうところですよね。 あと、まあ、このサウジナショナルバンクっていうところがやっぱりその追加投資に応じられないっていったことがこの下落の始まりになったというところですね。やっぱりこういう時に大きな投資家がお金を入れるっていうとかなりマーケットを安心してちょっとニュースにも出ていましたけどウォーレン・バフェットのバークシャー・ハザウェイお金15兆円か16兆円ぐらいキャッシュ持ってるんでここがやっぱり有料な 銀行のにお金を入れるよみたいなそういう話になると少しマーケット落ち着きますよねあとリーマンショックの時はモルガン・スタンレーが危ないって言われてやっぱりそれに対して三菱グループがあの2兆円ぐらい1兆円ぐらいかなあの金を入れたんで、まあ、それで安心した部分ってあるんですよねやっぱり大きすぎてあのルービニーさんなんかは大きすぎて救えない。 っってていうようよよなことを言ってますよねあと物価の影響を見るとやっぱりかなり落ちてきてるんでまあこれか一旦これはいいニュースですよねフェドにとってはちょっと、あのー、利上げを待てるかっていうところなんでまあまあここら辺ですかねで年内利下げ観測も高まってる。 あとは、えー、とファースト・リパブリック・バンクはジャンク債に格下げということで、まあ、これはフェードウォッチなんですけど今回3月は利下げでなぜか5月がいきなり0.5%利上げっていうここをちょっとマーケットも決めかねてるんだと思うんですよねいきなりさすがに利下げはないかもしれないけどちょっと利上げできないんじゃないかと思い始めてて。 7月にはもう利下げに転ずるんじゃないかって結構こんなデコボコですよね11月に利下げしてまた上げるなんて本来であればこんな動きになるはずないんですけどこれやっぱりちょっとマーケットがあの金融先物の,の短期金融市場からの,あの数値からの予想なんで少しいびつな形になってますけど基本的にはちょっと今月末置きになる可能性もありかなという感じになってますね。はい まあドイツ銀もクレディ・スイスも落ちてますし、あとは、為替ですね。やっぱりドル安というよりは円買いになりました。ドルインデックスを見ると、むしろドルインデックス上がってるんですね。これ本当の危機のと気こうなりますよね。えー、と一昨日なんかはドル安に その前はドル安になったわけなんですけどあのシリコンバレー銀行の時なんか本当の危機になるとやっぱりドル資金っていうのを調達しなきゃいけないんでドル高になっちゃうんですよねこうドル高になるようなリスクオフってドル高円高になるリスクオフって一番厄介なんでこれは気をつけなきゃいけない動きですよねですからドル円も円高になるでもユーロとかももっと落ちるんで結局ユーロ円なんかは 円円高高なるすすごい円高ですよね結構ねドレ円ンはとにかくレジスタンスの位置がデリーなんですが135円だったのがであのサポートの二の132円の20まで行ったんで見事に、まあ、ピポットは機能したんですが今日のピポット133円の60あたりなんで昨日の戻り高値付近なんでここを超えられないともう一段132円台攻める感じなんですが。 まあここ抜けると135円というところですね。日足を見ても、まあこんな、やっぱりこ,この132円あたり、こう抜けるのに、ちょっと苦労したところなんで、ここ重要ですよね。うん、結構日足で見ても重要なところに来てるかと思います。あと、今日のユーロですね、今日利上げできないとなると、やっぱり1.07が重くなってくる感じがするんで、まあ、 利上げが0.5だろうということもあってあるいはドルが売られたこともあって割と1.06付近ってサポートされてたんですがやっぱりちょっと今割れてきてるんで今日は、うん、利上げどうなるのかなっていうのは注目されますよねはいまあ一応ちょっと今日は石火石火だけじゃなくてすごく注目されてるんで石火ライブはあの や,やろうと思ってますんでお時間ある方は見ていいただければなと思います、まあ、今のところちょっと先ほど申し上げたようにリーマンショックの時と比べるとまだそこまでマーケットがまずくはなってないと思うんですけどリーマンの時と違うのは銀行とかがすごい規制されて厳しくなっているんですがあの市場に出てるお金はなうんおそらく何十倍もかなりリーマンの時よりお金が ジャブジャブになってるんでその分そういうリスクアセットにかなりお金がいってるんでそこが暴れ出すっていうことに対してはリーマンの時より怖いい部分もあると思いますまあ迂かにね銀行が潰れるとかって言っちゃいけないんで今のところはここは見守るしかないということでただやっぱりその最悪の事態に備えてやっぱりもっとこういう時はやっぱり持ってるポジションは。 いずれにせよ、もちろんフェーバーのポジションはキープしてていいと思うんですけど、ポジションはどちらかというと、こう、縮小方向にしておいた方がいいかなというふうに思っています。ということで、この動画が良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。ということで、今日も頑張りましょう。